山並圭介。影が薄いけど、実は、ほぼ、すべての新選組会に登場していた新選組総長。沖田総司と仲が良かったですが、最後は沖田の解釈によって切腹しました。新選組を脱走したことが原因ですが、あえてわざと捕まったと言われています。